はい、こんにちは。こんにちは。自転車です。自転車です。ということで、まず裁判の報告からいきますね。そうですね。まず、はい。で、例によってですね、解放同盟側はもう土壇場になって書面を出している状況で、今朝受け取った分も、そうそう、今朝受け取った分もありまして、今日になって裁判所で受け取った分もあって、まあその辺についてはもう裁判官もね、まあ今日出されても読む暇がないんで、当然反論の書面なんか作る暇はないし、じゃあいつまでに反論するのかっていう、そういう計画も立てられないと、だからこういうのはちょっとというふうに、まあ、また裁判官が言ってたんですけども、だけどもう毎回毎回なんですね、これが。いつも大体そのままあと3分のあと残り3分の1ができてませんとか、そうそう、そうなんでね、毎回毎回ね、宿題がね、提出遅れるんですよ。あれ1年ぐらい3分の1やってねえかみたいな。だからここでね、内容を説明しようと思っても、そもそもね、まだ全部読めてないんで、説明することはないんですよね。要するに、ただでもね、まあそれでもちょっと前出てきたのは、部落出身ということをね、証明する公正証書っていうのは、こういうのがちゃんとね来たんですよ。でもこれだけなんですよ、これだけ。もっと分厚いのがドカーンって来るのかなって、それをね、なんか裁判所もそういうもんだと思ってたらしいんですよね。なんか案外淡白って言うか変だけど、なんかね一覧表になってるんですよ、別紙っていう形で。で、誰がどこの部落出身っていうことも書いてなくて、まあ全国部落調査に載ってますとか、そういうのが書いてある。やっぱりそうです。そうです。で、中にはね、証明できてない人っていうのがちらほらいるんですよね。なんか一時期住んでたとかって人もいたりとか、なんかちょっと、そういうちょっとっていう、なんか意外な人がね、なんか証明されてないっていうか、国坂のなんか甥っ子でしたっけ、甥っ子さんって、あれ、あの人もなんかここになんか何もブランクになって空欄になってるんですよ。だから、まあ、あとでこれ、まあ、見せれるところだけ、見せれるようにしますので。あの人は立花町差別はがきの、あの人なんだっけ、どん底を書いた人ね。どん底を書いた人。高山文彦さん。あの人の本にも出てくる久美坂幸喜さんですね。あの、確か。あの、要するに、熊本が嘘ついて、だんだん、俺もちょっとあいつはおかしいんちゃうかと思い出してたなみたいな、そういうことを言い出した人が、まあ、久美坂幸喜さん、まあその人も原告の一人なんですけども、確かなんか空手をなんかやってて、そういう青少年指導みたいなことが認められて、まあそれでなんかやるっていう、そういう、まあ、ただなぜかあの人は部落出身ということになってないんですね、これだと。まあその辺の理由はよくわかる。ただこのね、公正証書はどうも部落出身というのを証明するっていうよりは、全国部落調査にまあその住所だとかね、本籍があるかとか、あとはまあそれこそその妻がとかね、夫がとか、なんかそういうのもあるんで、あの妻攻撃は割とこの世界よくある方の話で、でそういうのがまあ裁判所は一覧表にしてくれっていうからまとめたものもあるんだけど、これもまあ裁判所はうんみたいな感じで、ちょっとまだ出来かけですみたいな感じでね。で、裁判所もなんか出して思ってたのと違うからっていうことで、だから今後なんか、まあ今の時代らしいんですけど、エクセルのデータをですね、解放同盟が裁判所に送って、それをまあ裁判所、そうです、こっちにも送ってきて、まあデジタルデータで裁判所とやり取りするみたいな。で、そこになんか私たちが、例えばこの人はこういうふうに書いていたとか、例えばこの人は、この本にこういうふうに紹介されたから今更別にそんなブラックもクソもねえだろっていうような話をうちらが付け加えていくっていうような そういうような話をやるんですけど、あとまあね、準備書面も出てるんですけどね、まあ、これ全部まだ読んでないんです。ただちょっとね、面白い、それは読んでないというのも読めれないいきなり昨日今日出されても読めない。ただね、ちょっとね、その中でなんか面白い話書いてあるなと思ったのが、メルカリに全国部落調査出した人がいるんですよね、佐賀県で。で、その人なんかね、高校生なのかな、高校生らしいんですけど、なんか3冊売れて1冊5000円ぐらいで売れたそうですよ。で、それでなんかニュースになったからびっくりして、なんか佐賀県の動画対策課だったかな、そこに連絡、
佐賀県民環境部長とか佐賀県ですね、県庁に連絡して、でなんか県庁にこういうなんかハンドルネームマリッカっていう人らしいんですけど、かわいそうだねそんなんね、うん、いやだからこれが差別の事例っていうのは僕循環論法だと思うんですよ、うん、そもそもこの裁判って全国部落調査 の、 その復刻っていうのが差別なのかどうかっていうことをね、判断しようっていう裁判なのにいきなりこんな全国部落調査を売るのは差別だっていう決めつけて、それこういう事例を出されても、だってもうじゃったら先にもうそれできちゃって、でもだってじゃあ裁判、うん、だからこれ既成事実化しましたっていう、そんだけの話でしかないでしょ。例えばこのマリッカさんだっけ、この人もなんでそんな県庁に電話するかなって言ってね、いやだからその辺はもう高校生ぐらいでしょ、なんで高校生なんでね、ちょっと物事の判断っていうのは判断能力がないっていう、うん、まあただ単にそれだけの話だったと、うん、だからそんな、ね、あのうちに連絡してもらえばいいんでね、電話番号もあるし手紙も届くしメールも送れず、ツイッターとかも出てるわけだから、そんな高校生でそんなねビビったって言うんだったら、そんな県庁に電話しないでうちに連絡した方がいいでしょう。いやでだってビビったら県庁にかけたら余計、うん、だいたい同和関係で役所に連絡するって最悪の手ですから。ダメ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 、あのね、ダメダメ、解放同盟に相談した方がまだいいですよ、役所に相談するってもう最悪の手ですか、うん、これかもしれない、ね、役所のだって解放同盟に連絡したってこういうので結構ただいたずらとかで終わってらせたいとかね、あとあの支部とか結構下の人だからと結構まともに相談に応じてくれますよ、まともにかもしれない、うん、だけどもう県庁とか役所が関わった時点でもうそれはもう公務員仕事になっちゃったら、もうそうそうそう、もうアホなこと、そのというのは解放同盟ってそんなね、ただの高校生なんかをどうこうしようなんてことしないですから、ただ役所が絡んでくると役に引っ張り出してきてどうこうっていう話になっちゃうわけですよ、うん、つまり役所はうちに相談してきて、もしそれをいやいやまあそんなものまで済ましてそれが後で知れたって時の考えるともうとんでもない騒動になるから、もう多分もう課長さんぐらいの多分まあ多分原稿とかなんだが多分そうなんですね、うん、いやだからその童話とかなんとかでまあいろんなことがあると思うけど、なんかこうね相談したいっていうことがあったら役所に連絡するのは絶対やめてくれ、役所っていうのは、まあ、最悪だから、まだうちにしまだうちに連絡してくれたら嬉しいし、まだね解放同盟の支部に行って相談した方がまだいいですよ、まだいい、ま、役所って最悪ですから。あるいは人権連って言ってもあるけど、あれば人権連ってね、あと童話会って言ってもありますんでね、うんうんうん、そっちの方がまだいいんで、役所ってもう最低最悪なんだよ、うん、相談場所相手としては、ね、多分皆さんね分かって、ね、あのどれぐらいか分かんないですけど、事件者は結構お役所の方の読者もらえるから、うん、それは結構まあ賢い役所の方も賢い方なんだけど、まあ普通お役所の方ってはほんとちょっともう、うん、あの何かあったらねすぐに役所に相談だとかね、そういう人いるけど、童話鑑定に関しては最悪ですから、うん、役所に相談するっていうのは余計話はこじれますからね。例えばその辺に猫の死体が落ちてました、どうしましょうかってなったら、まあ別にそれはいい、まあね、役所に任せばいいんだけど、童話、うん、関係とね人権問題、LGBT この辺はねもう絶対やめた方がいいです。もう本当ろくなことにならないから、みんなが不幸になる結果しかならないっていう、これはもう過去の例を持ってみたらもう本当身をもってかかる話ですから、ちょっとぜひこの辺ご注意。てかマリッカさん見てたらね、うちにぜひ連絡してください。あとこの先の、予定なんですけども、次回はですね11月6日に、まあこれは非公開なんですよ、また弁論準備手続きがありまして、はい、まあその時に、解放同盟側がさらに書面を提出すると、まあ、もちろん事件者も出せる分は出しますけどね、はい、それで、さらにそこで、さらに自治会、多分これねもう年明けますよ、2月とか1月は2月とか3月とかその辺になると思うんですけども、それまでにじゃあこっちがまたそれに対して、反論の書面を提出すると、でそれで次に、まあ証人尋問ですね、でまあ裁判官によればまあ来年の春ぐらいからということになるんじゃないかと思うけども、でもまあ今までの経験からするとまた伸びるんじゃないかなと、こうやって土壇場で書面を出されるようなことをすると。僕の予想だと多分ね2月ぐらいに自治会のね
期日があって、その時本来は自転車が書面を出す番なんだけど、多分土壇場になって解放同盟がまた書面出してきてっていうことになる、なりそうな気がしますよ、今までのパターンだと。でそうするとまた伸びてしまうと。であと証人尋問なんですね。で証人尋問っていうのは知ってる人は知ってると思うんですけども、まあ証言台に、法廷の証言台に立って、そこでまあ双方が、裁判官とまあ原告被告側双方が質問するっていうやり取りなんですけども、ちょっとまあ裁判所として苦言を呈してたのは、まず全員聴取するのは無理だろうと。無理だろうっていう。だから向こうもなんか、いやこちらからある程度示唆するみたいなことは言ってたんだけど、でそれよりもなんかもっとなんか向こう不満だったのは、木村壮太さんを呼ぶのがちょっと、そうだ、いわゆる学識経験者を呼んでるんだけども、木村壮太さんなんかね、うん、その人呼ぶ必要あるのというところが、いや普通あの例えばまだね、まだこれがなんだろう、童話もことやってるから、だから今回原告には混じってないからだけど、奥田仁さんだとかそういう人たちをまだ呼ぶってならまだなんか話はよく分かんないけど、別に木村壮太さんなんかその何そうなん、童話的なメッセージなんかこれまで何もないし、うん、で差別されない権利っていうのを彼のなんかさっきも言ったんですけど、その差別されない権利っていう言葉自体、あの人も好きでよく言ってますけど、もうこれポエムというのが、うん、もうなんか今昨今の学者にありがちな、そうですね、あのなんかその理論よりもなんかこうフレーズというのか、うん、木村壮太さんってあの人もうタレントみたいなもんなんだよね。ね、でそれに今回の裁判の争点はね、そもそもじゃあ全国村長を出すのは差別なのかどうなのかっていうところなんで、そこで差別されない権利の話をされてもなんか違うと思うし、あと証人尋問っていうのはこれ事実関係を証明するためのものなんですよ。だから法律論について議論するようなものじゃないんですよ、これはまあ裁判官も言ってたんですけども、だから法律家の木村壮太さんが出てくるっていうことは法律論の話をするわけでしょ。そうするとそれは証人尋問の趣旨としては違うんじゃないかと。あくまで事実関係、例えば刑事事件なんかでもね、あなたはあの現場で何しましたかと、まあ、そういう感じの質問をする場面なんで、事実関係を証明する場面なんで、その時に刑法学者呼んで、いや、この時の、要するに刃先が向いてるのは、そこに強烈な殺意を、ね、一般論としてみたいなことはやらないわけで、やらないです、あくまで何があったかっていう事実関係を抑えるためにやるもんなんで、だから、木村壮太さんなんかについては本人出てこなくても書面だけでいいんじゃないのっていうのが裁判官。でもちょっと不満げだったよね、それ。なんか割とちょっとなんか出させてほしいわみたいな。いや、まあ解放止めは出させてほしいんでしょ。でもまあそれについてはあんまり裁判官としてはそういうことはしたくないと。単純に時間も取らないといけないし、ね、だって、ね、そんなことしだしたらね、俺もって話になるの。俺もちょっと学者連中みたいなたくさんいるから、そんな最後の人たちの。あと問題になりそうなのが、原告は250人いるわけですよ。で傍聴なんかになるともう動員がかかってワンサが来るわけだから、103号法廷って言って東京地裁で一番大きな法廷を使うんですけども、まあ一つしかないんでね、そこは。だからそこの法廷を使うってなるとなんかね、4ヶ月待ちになるとか言うんですよね。多分東京地裁で視聴者の方も多分分かる、多分ニュース映像で出ると思うんだけど、割と大きなところで一番大きな、地裁で一番大きな法廷なんかがあるんですよ。だからそこを抑えるのに4ヶ月かかるとか、まあそういうことになると、いつになるだろう、来年、僕来年の春って無理じゃないかなと思う、そういう、そんな調子だったら。ねえ、だってそんな、多分僕早くても来年の夏もちょっと秋ぐらいになるんじゃないかって、今みたいな、ね、今みたいな調子でやってたらっていう、というのが今の状況ですね。で、まあ書面ね、出せるものに関しては、出していこうと思います、ウェブに。でちょっとこの辺りはあくまで、裁判に深い関心をっていう方はですね、まあ、詳しくはね、ブログの方でまた告知しますので、自転車サイトをご覧ください。引き続き第2部ということで、そう、この間宮部さんはいなかったんですけど、最近私どもお世話になってる、はい、宅建太郎さんという YouTuber にして、はい、宅建の先生であり、また作家というか執筆業もなさってる方が今一緒にいろいろとコラボでやってるんですけども、はい、まあ解放同盟に睨まれてる人ですね、童話
童話地区の不動産についての動画を上げてるんですね。でその方がお誘いいただいて静岡のスナックバロンというところに取材に行ってきました、はい、でこのスナックバロンって何だということですね。これ、上垣康弘さんというですね、これは日本赤軍の方で、まあ、連合赤軍の方ですね、はい、いわゆる浅間山荘事件で最後まで立てこもったメンバーじゃなくて途中で逮捕はされちゃったんだけど、こうなんでしょう、実動部隊にして、はい、例えば破壊物、いわゆる破壊物っておかしいか、爆破脱物とかを作ったり製造する役目を担った、はい、まあかなりその、まあ、あと連合赤軍の墓でも割とこう製造派だというか、まあ、開発者というか、まあ、そういうような。実はあの宅建太郎さんの動画をちょっと見たんですけど、はいはい、結局この人赤軍に入ったのは爆弾作りたかったからなんですよね。まあというよりも結局、まあ、頼まれたら、まあ、それ断れないと。でその中でそのやっぱりこう、はい、自分の知的好奇心を満たしてくれるのがどうも、まあ、赤軍じゃなかったのかっていう、そういうような印象を受けました、ね。まあ、高校生の時にね、まあ、爆弾作って遊んでたっていうのは分かったんですよね、はい、でもイデオロギー的にはどうなんですかね、この人は。いや、やっぱりそれは当時の学生っていうのはやっぱりその何でしょう、もうそういうふうな民族派に行くっていうことよりもやっぱりこう、まあ、いわゆる安保闘争でやるっていうことが一つの、はい、まあ、ステータスとまでは言わないんだけども、はい、学生のたしなみみたいな部分があったから、まあ、多分それでくっついてた部分はあったと思うんですけど、ただ、まあ、どっちかというと上垣さんの場合はなんかこう自分のこう生き方を模索していく中で赤軍のとの関わりが一番マッチしたんじゃないかなっていう、はい、まあそういうような系統の方で、なんかウィキにマルクス主義とかなんか書いてある。あ、いやでもそれはもうもちろんそういう思想を持ってるんですかね、いまだに。いや、だから我が心にはまだその赤軍ありっていうふうな。あ、そうなんですか。言ってるぐらいだし、やっぱりこう政権批判はしていきたいというのをおっしゃってたんで。そうなんですか。ただすがすがしいというのか、例えばその前まで、まあ、はい、うちらはその前、まあ、中野区に事務所があったんですけど、はい、まあ、中野というと東京の中野区ですね。隣に高円寺という駅がありましたね、はい、でここはもう分担バーみたいなものとか、いわゆるその何ですか、その、まあ、西東京に住む団塊の世代のサラリーマンたちが そこで降りて酒を飲むというようなところで、はい、で今もうどんどんシャッター通りみたいになっちゃって、当たるとか新しいチェーン店が入ってくるんだけど、はい、結局団塊世代がみんな引退しちゃって仕事を行かなくなっちゃったから、はい、もう高円寺にもう行かなくていいですっていうのがなっちゃったから、まあ、はい、すると、まあ、高円寺のお店もだんだんバタバタ、はい、まあ、高齢化とかなんかいろんな事情で、まあ、で今割と昔ほどなんかそういったバーとかなくなっちゃったんですけど、はい、昔はね、まあ、俺もまあ、例えば秋田明大って、まあ、有名な活動がいいんだけど、はい、あいつを殴ったことがあるとかね、あいつに説教したことあるとか、タミヤ高丸と2日前に会ってあいつにテロやめろみたいな、ハイジャックやめろみたいなことを説教したんだって、そういうことをね言う人いたんだけど、これ 100% 嘘なんですよ。あ、そうです。その確認できようがないし、はいはい、じゃあなんであんたね、そんなタミヤ高丸に説教できるような人だくせに文献にあんたの名前一向出てこないじゃないかって。ああ、うん、まあ、だけどね、こういう人たちも結構ね、よいしょしてあげるの。あ、はい、あ、ってことね、おなんで酒をおごってくれるから。詰めて、そういうことやってて、だから、そういうなんか、俺は、その安田行動みたいなことで威張ってる人がたくさん当時いましたよね。まあ、そういう人から比べると、上垣さんの生き方ってのは、なんかすごく逆に、すがすがしく覚えて、あ、なんかちょっと。上垣さんは何やらかしたんですかね。この人はだってもう、まずリンチに加わってるわけだし。あ、リンチに加わってる。総括に加わってる。あ、総括です。総括に加わってる。まあ、それ、数々のそれ破壊行為とか、まあ、あると爆、まあ。じゃあこれ、あれですか、殺人容疑ですか、容疑ってのは、まあ、でも、要するに、まあ、なんですか、もちろん暴行もしてるし、なんですか、武器も作ってるし、あと殺人まではやってないんですか。強盗もやってるから、殺人ね、本人たまたまやってると思う。だってやってなきゃおかしいと思う。あ、そうだね、やっぱり。だってそうじゃないと多分生き延びられなかったと思うから、やれって言われるような。あ、そうなんだね。という、まあ、感じで、まあ、結構すが、まあ
いいおじいちゃんになって、まあさすがにそのぶっ殺した時の話とかそういうのはしなかった。いやいや、それはもうあそうですか、まあまあまあそこはまあちょっとっていう感じ であれだったんだよ。ただ今そこでちょっと今そこでね、その香港のデモの人たち、まあ、はい、まさかこんなチャンネルを見るわけがないと思うんですけど、ちょっと言いたいことがありました。あ、そうなんですか。どういうことですか。いや、例えばそのまず、まあ、連合赤軍になるまでの流れで、はい、どうでしょう、まあ、いわゆる浅間山荘事件が終わって、まあ、一つのなんかこう、はい、まあ、学生運動が退潮していくというか、はい、まあ、いわゆる次は白毛世代っていう人たちになって、あ、そうです、そうなりました、ね、終わって、で、まあ、これはいわゆる60年代安保で始まり、まあ、昭和35年から始まって、はい、まあ、昭和48、9年ぐらいでまあ収束するという、まあ、このスパンの中で、はい、まあ、やっぱりこう、まあ、文徒っていう団体が生まれ、それが民政っていう団体が生まれ、まあ、いろんなこう派生していく中で、はい、一応そのなんかこうそれなりのインテリ層と知識層と指導者層と、それから理論、まあ理論っつってもね、くだらない、まあ、大した理論じゃないんだけど、まあね、はい、だけどまあ一応そのまああのそれなりのそのバイブル本があって、吉本有名みたいなのがあって、はい、そういうのある中で、香港の場合っていうのは今の割とインターネット型というのか、まああのアグネスなんとかさんとか、あの男の子と、あ、はいはい、女の子とか、まあ学生組織で一応一通りのそういったこう、まあ、教育を受けてインテリを集めて発生しちゃったんですけど、ただどうしてもね、今インターネットで人を集まってくる中で、やっぱりね、必ずその暴徒化すると思うんです。もうところどころ載ってる、まあ、なんか香港だとね、そんなむちゃくちゃやってるのはなんか中国が大陸側の手先が自作自演だみたいな風に信じてる人が多いみたいですけども、で、まあこれね、週刊文春の記事の安田さんというライターさんが書いたから、はい、まあ要するに結局見たらもう投石はするわ、文春出てますよね、はい、まあそれもでもそれもある意味一面なんですよと思うんですよ。まあそういった人たちもいるだろうと、はい、で、まああの真摯な、確かに共産党っていうのはあのもうすごい強力ですからね。でも大陸側の人間かどうかって言ってすぐに分かりそうなもんだと思うんですよ、ね、分かりそうなもんでしょ。だから私もそれ、ね、関東語ですからね、うん、それは多分ないと思うんですよ。しかも、うん、ほら香港なんて所詮狭いから、うん、そのなんかそのやっぱり運動やってる中で、 あいつお前なんか最近だけどどこから来たんだいみたいな感じで、うん、まあ、おかしいよねっていうことぐらいにはなってるはずだから、だあんまり自作自演ってなんかねちょっとどうかなっていう。今回ね、なんか大陸側の共産党がなんか余裕を感じるというかな、やっぱり、うん、やっぱりいざとなったら政策とだつは、あの、まあ、俺らが言うなんてね、所詮、まあ、大陸の人口に比べればわずかなんで、こんなもん別に怖くないよっていうようなとこなんですかね。で、一番その良くないのはあれですよね、代表者がちゃんといないと、そのちゃんとしたこう、はいはい、もう完璧なこう組織だってないと、交渉相手が結局いなくなっちゃって、はい、ずるずるずるとなっちゃうわけなんですけど、一応あの2人が一応代表者ということで、一応その命令系統があるならば、一旦ね、あれはね、絶対解散した方がいいんですよ。今後ね、長くやってると、絶対内側に走る。これ絶対、はい、内に向き始めるって。内向きやったら、これはもう絶対ですよ。これもう、あの、香港の皆さんね、これはもう本当ね、こんな俺みたいなしがない人間が、私みたいなね、しがない人間が言ってもしょうがないんだけども、これは日本のね、歴史を見てください。もうこれ、でも、その闘争っていうのは必ずうちに向かいますからね。これはもう絶対に、そうしたら中国共産当局の、まあそうですね、思うつぼですね、確かにそうなってしまうと。だからね、まず今、何でしたっけ、まあ、あの引き渡し条例は、あれは一応撤回、一応もう撤回ですから ね、っていう、一応完全撤回ということになってるんで、だからね、まあ、この辺でそうそうそう、いい頃合いかなと。1回目手を打って、まあ、ここで日常生活に戻られて、で今はもうインターネットでソーシャルでもういっぱい連絡方法とか、あと意思を表明する場合いくらでもあるから、とりあえず直接行動というね、ここは収めた方が絶対長い目で見たら得だと思いますっていうことを、はい、香港の方見てるでしょうかって言いたいというんですけど、今回はまあ今回のテーマはそこなんですよね、はい、だからまあちょっとぜひ香港の方見ておられたら、ちょっとまあ本当に老婆心ながらですけど、応援はしてますからね、中国はやっぱり民主化ってのはやっぱり大事な問題ですから、うん、まあ日本の場合は確かにこうやってね、あのやりすぎて
まあ、ね、殺し合い、内輪で殺し合いになったりっていうことがあったので、はい、だって何しろだって解放同盟だって元は水平社っていうのは一つのあって、まあ、まあ、そのどん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 、まあ、枝分かれしていくっていうのはこれはもうどんな組織でも、ね、あんな香港みたいな狭いとこのちっちゃいとこの団体でそんな分派しちゃったらもうこれもう目も当てられんし、まあ、自分だったらまあなんとか一つあの日常生活をね、はい、はい、ということで、今日の放送はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。